遠近鎧別へ遠近鎧は、新末から中華民国、満州国の政治家。新朝、北京政府、法典派の政治家で、後に満州国の要人となった。字は、清志さん、超雇い。番号は、雇いろ。新末に、両用刑務費下げ長、法典市議局副議長などを歴任した。1913年10月、法典省財政司市長。 約法会議議員に就任する。1915年、賛成員賛成となる。遠征外資後、遠近鎧は、調作人の法典派に属した。1916年、法典特軍書秘所長に就任する。以後、国立交渉特軍書秘所長、中東鉄路、東後と臨時賛成員賛成、新主官研修などを歴任した。 蝶学寮が東北統治を開始すると、1929年1月、東北政務委員会委員権東北変貌、軍司令長官公所参議となる。1930年、観察院観察委員権通史館副館長に就任した。蝶作人の下での延期に鎧は、大栄光泣き後において、宇宙館と共に、法典文人派の総壁と称されていたが、蝶学寮の下では、 旧派として阻害され、政治的影響力を失っていった。満州事変勃発直後の1931年9月25日、延期によろい、宇宙艦、長寺ら9名は、関東軍司令官、本城茂から、法天地方維持委員会委員に任命された。28日、延、長金白の3人が協議し、法天地方維持委員会で、 両寧省政府の機能を代行することにつき、決定した。その後、園は、法天地方維持委員会委員長に就任している。同年12月15日、法天省政府が成立、増式武氏が省庁に就任するとともに、法天地方維持委員会は解散され、園は省政府最高顧問に転じた。満州国建国後の1932年3月10日、延期は、 参議不参議に任命された。翌1933年3月、遠近鎧は、立法院憲法制度調査委員会委員となり、1934年5月、温床会議議定官に移動する。1935年2月2日、少書副大臣に任命され、同年には、提出大典委員会委員も兼ねている。 1944年4月24日、獅子の運動麻痺を発症したため、少女不大臣を辞職した。1947年3月、故郷の療養で病死。去年78。ありがとうございます。